前回のあらすじ。ベーコン博士からグローブを受け取ったデイブは、村への道を切り開くことに成功する。しかしそこには超巨大狼王が待ち受けており、デイブは超巨大相手に戦うことに。苦戦の末無事に狼王を倒すと、一行はようやく村へたどり着くのであった。ってことでどうも皆さん、お餅は砂糖醤油派の霊夢で大体みんなそうだと思う。さて皆さん、正月はいかがお過ごしですか？いやもうだいぶ正月ムードではなくなってきてる時期だけどな。いやもう私に関しては正月に食べるお餅のために生きてるみたいなもんだからね。まあ確かにお餅は美味しいよな。てかお餅って手汚さずに食べる方法あるのか？え？マリサってお餅食べるとき人殺してるの？そっちの手を汚すじゃねえよ。てなわけで前回の続きからやっていこう。確かちょうど村に入るぞってとこで終わったんだよな。それじゃあ早速再開。と思ってたよりもすごいな魚人族の村。いやなんで水中なのに滝が流れてんだよ。いろいろ突っ込みたいところはあるけど、まずはラモ様の言う頼み事ってのがどんなのか知りたいね。うわぁ、ここが？はっはっは、そうだ、ここが俺ら魚人族の村なのだ。あれ？なんか門番的なのがいるね。てやこっちに来たぞ。またれ。人間がどうやってここに？あ、ちゃんと紹介もらってますよ私たち。なんと、ラモ様とスワムが人間にさらわれておられたのですか？天神様が一睡もなさらずにお待ちですぞ。天神様ってのは尊重のことか？うんと、説明すると長くなるんだけど。はっは、この俺が説明いたします。いかにさらわれたラモ様をこの俺がお救いしまして。お前は一生口を開くな。妥当な制裁。もういいわ、パパのところに連れて帰ってちょうだい。そこで説明した方が一回で済むもの。何こそこそ話してんだこいつら。まあでもここはすんなり通してくれるって感じかな。お、宮殿みたいなとこに来たぞ。いやこれは明らかに家ってレベルじゃないでしょ。いや全然尊重の雰囲気感じないんだが。すでに突っ込みどころ満載なの不安だな。よーだもー、我が娘よー、どこに行っていたのだい。パパは心配で心配で仕方なかったぞ。うわ出たよ極度の出来合いパパ。怪我はなかったかい？体調は大丈夫かい？ひょっとして人間に何かされたりは？お、隣にいるこの者は？あーどうも霊夢と言います。青いマナティを捕まえてきたのかと思ったがよく見たら人間じゃないか。一体どういうことだい？説明しておくれ。最近この辺りで不思議な現象が起きてることは知ってるわよね。え、不思議な現象？あのクソデカ蛍光ペンとは関係ないのか？オーラも、もちろん知っているとも。パパはその原因を調べているのだ。もう2年も続いてるのよ。きっと魚人族の技術じゃ解明できないんだわ。パパにもわかるでしょ？いや2年も続いてて何も害ないなら別にほっといてもいいのでは？それはだな。古代の文献が全て消失したせいで新しく方法を探す必要があってだな。パパ、いつまでも待つわけにはいかないの。人間は利己的な生き物だけど、技術力は確かだわ。助けてもらいましょう。うわ利己的とか言われちゃってるよ。ねえマリサ。なんで私に視線向けたし。ならん、それはならんぞ。人間を信用してはならん。我々の住処を汚しただけでなく、仲間たちを捕らえ、挙句の果てに展示までする連中なのだ。我が種族を虎視眈々と付け狙い略奪しようとする人間と手を結ぶわけには。で、なになにこの揺れ？これがラモ様の言う不自然な現象ってわけか？またしても巨大な振動が。ほら見なさい。このままじっとしていたらきっと取り返しのつかないことが起きるわ。私が人間の海でダイオウイカにさらわれたとき、このデイブという人が助けてくれたのよ。さっきスワムのやつは自分が助けたって。嘘が生む歪みが発生しちゃってるよ。この人にお願いしてみましょう。人間だからって悪い人ばかりじゃないはずよ。いや、それは、たとえパパが言い聞かせてもここの住民たちが同意しないだろう。人間の助けを得ようなどと、人間を信用する者など一人もおらんからな。もしこの者が村の信頼を獲得するなら考えてやるとしよう。うわこれいちいち村人の身にミッションクリアしていくとかそういうのやらされる感じ？いやそれはだるすぎない？ふむ、村の信頼ね。どうしたものかしら？まずは村人が何を必要としているか聞いてみてはどうでしょうか？お、珍しくスワムがまともなこと言ったね。そうね、とりあえず、今日は長旅で疲れてるから。人間、また明日ここに来なさい。村の住民の頼み事を聞いてあげるのよ。ちょっとそんな勝手な。こんな遠くまでまた来られるわけないでしょ。なんか天神が指さしてるぞ。あ、ここでチャプター3になるわけか。チャプター2は意外と短かった気がするぜ。ふむ、そなたが我が娘らも助けてくれたなら、いかに人間だろうと、見捨てることは我が種族の道理にもとる。これを使いなさい。なんかただの姿見に見えるが、戻ってくる方法は己に聞けってこと？鏡の中の自分に問いかけるな。なんなんですか？ただの鏡のようですけど。
この巨人族の鏡を使えば、設置した場所からこの村まで一瞬で移動できるのだ。いや、今の霊夢の発言と同じ世界観だった。おん、そんなことができるんですか？今でこそ様々な災害により衰退してしまったが、本来我々の祖先は高度な技術を有していた。今では残り少ない遺産を使い潰している始末だが、嘆かわしい限りだな。なんか最初の頃博士もそんなこと言ってたね。昔の巨人族の技術があれば棒謎の現象も解決できたってことなんだろうな。とにかく、これをそなたの村に設置しておけばこの村へ自由に行き来できるだろう。ただし、顔認識機能がついているのでそなたにしか使えないということ。そして、原木や太陽の光で作動する仕組みのため、昼だけにしか使えないということを覚えておくがいい。うわ、すごい後付けされたかのような都合のいい機能だな。おっと、それから、村の地図をやるから使いなさい。住人を探すのに役立つだろう。ふむ、つまり瞬間移動の鏡ってことですね。なんだかクールだな。ひとまず鏡を持ってボートへ戻ろう。ふう、これで巨人族の村でのイベントは終了か。なんか思ってたより明るい村だったぜ。確かに水中都市って洞窟みたいなイメージがあったけど、深海とは思えないほど広くてきらびやかだったね。それじゃあこの後はいつも通り営業かな。この巨人族の鏡はボートに設置しておこう。これで昼間に巨人族の村に行けるはずだったよね。明日やってみようか。あ、もうこんな時間。番長寿司の営業時間が過ぎちゃってるな。まあ超巨大蛍光ペンと戦ったりしてたからね。何事もなかったか気になるし、ちょっと寄ってみよう。しまった。もうだいぶ遅い時間だね。軽く後片付けだけでもしよっと。いや、番長後片付けしないで帰ったの？まああの人片付けとかできなさそうだしな。あれ？誰か来たよ。よく見たらヨシエじゃねえか。ヨシエがうちの店に何の用かな？ヨシエさん、どうかしましたか？いえ、帰るところだったのですが、こんな時間に明かりがついていたので。冷やかしなら帰ってね。ねぎらいの可能性も視野に入れろ。番長さんはもうお帰りになったようですね。最近お疲れ気味でしたから、体調を崩されないか心配です。ふふ、でも、情熱的に働く姿を再び見られて、昔に戻ったような気がして嬉しかったのも確かです。あ、そういえば昔ある事件のせいで料理を辞めていた時期もあったとか。あ、そういや、ヨシエは昔番長と働いてたんだっけか。その時の話は詳しく明かされてなかったんだよね。そうでしたね。あの時は本当にもう二度と包丁を握らないものとばかり。どんなことがあったのか気になります。ふふ、まあ、特に秘密というわけでもないのですけど、ただ、彼の傷がまだ癒えていないかもしれませんので、本人の前では口にしていなかっただけです。番長の料理はバカにするくせに気遣いは意外とできる人なんだね。そう、あれは12年前のことでした。え、これそんなムービー入るような重要な話なの？これは相当ボリュームあるっぽいぞ。いや、何この恋愛シミュレーションゲームみたいな画面。なんかちょっと今までと違う感じだな。ここはジュゴンホテル。私が12年前に勤めていたホテルです。歴史と伝統を誇る5つ星級の超高級ホテル。やや古びた印象はありますが、当時は飲食とサービスの質を高めつつ新しい飛躍を目指していた時期でした。ヨシエ君、少しよろしいでしょうか？うわ、なんか変なハゲ出てきた。いきなり辛辣すぎるだろ。いかがなさいましたか、支配人？それが少々厄介なお客様が予約をされましてね。女優ルイス・クロフォードをご存知でしょう？彼女からご予約をいただいたのです。ルイス・クロフォード、彼女は長年活躍してきたベテラン女優です。ルイス・クロフォード、彼女の気難しさは確かに有名ですね。しかし、当ホテルには誇るべき伝統と確かな実力があります。特に問題があるとは思えませんが。はは、まあ確かにそうですね。当ホテルのスタッフとサービスの水準は他の追従を許しません。いくつもの受賞歴も持っていますしね。しかし、彼女に関する噂はご存じないようですね。これをご覧ください。彼女は俳優ですが、美食家としても知られています。彼女が最近、旅行誌に寄稿した記事です。ふむ、旅行記の体裁を取ってはいますが、実際の内容はホテルに対する一方的な批判ですね。グローリアホテルといえば一流のホテルチェーンです。あのホテルすらこんなに酷評するなんて。やはり、痛烈に問題点をえぐり出す方がプロらしい記事に見えるということでしょう。彼女の記事はほとんどがこうなのです。さて、どうすべきだと思われますか、ヨシエ君？予約を断ることはありえません。当ホテルの名誉にも関わりますので。ならば、あの方をいかにもてなすか、考えるとしましょう。それから食事ですが、朝食はビュッフェにするにしてもディナーコースは用意しなければなりません。ジュゴンホテルは本来、和食を得意としておりません。うどんや簡単な丼料理があるだけでしたが。数年前に番長君を雇って以来、目覚ましい成長を遂げています。となると、現時点では和食が最善ということになりますが、番長氏には、まだ不安要素があるのではありませんか？ふむ、番長君の腕は全面的に信頼できます。ただし、相手の好みを考慮せず料理を作ることが彼の大きな短所です。新しい味を教えてやるという、強い欲求を持っているのです。そうですね。最もなご指摘だと思います。ですが、今のところは番長氏をうまく説得することが最善だと思います。
私も同じ考えです。では吉江君、その説得はあなたに任せます。頼みましたよ。番長さん、いらっしゃいますか？ミス吉江、何かご用か？うわった12年前の番長、貫禄は今と変わらないけどどことなく若い感じがあるな。あなたは常日頃から毎日欠かさず練習に励んでいるそうですね。それだけの情熱をお持ちなら、安心して任せられる気がします。任せられる？何の話だ？番長さん、VIP をもてなす料理を作ってみたいと思いませんか？ルイス・クロフォード、気難しいことで知られる女優であり、美食評論家でもあります。ふむ。拙者にとって料理とは常に己との勝負、他人との勝負ではない。ただひたすら完璧な料理を作ること、誰のための料理だろうと、それは決して変わらん。それでよろしいか？構いません。一つ一つの料理の味に関しては番長さんに全面的にお任せします。まず汁物だが。はい、お寿司までは一通り決まったようですね。そうなると次は揚げ物です。やはり代表的なエビを使った方が。ふむ、エビでは大したインパクトは与えられん。この辺りで変化球を投げるべきだろう。サメだ。サメの頭を用いた料理を考えていたところだ。あ、これが私たちが初めて作った料理のあれだね。眠り深の頭の丸焼き。だったっけか？はい、サメですって。サメって食べるものですか？サメは非常に美味しい魚だ。今はちょうど脂が乗っている時期でもある。ステーキにして食べることも多い。とりわけ頭の方の部位はもちっとして美味しいのだ。肉とも魚ともつかない食感は病みつきになることを受け合いだ。うむ、少し考えさせてください。果たして大丈夫かどうか。やはり無理だと思います。番長さん、もしもその料理を出して失敗すれば、それは番長さん一人の失敗ではなくなるのです。残念だな。承知した。ならば入りの天ぷらを出すとしよう。サメの味には遠く及ばないが。起きたぞ、イキリ評論家女優。まあこの先の展開は吉江からすでに聞いたんだけどな。こちらです、ルイス・クロフォード様。どうも。こちらが本日の料理を担当する料理長、番長氏です。ふむ、意外と若い方ですね。もっと貫禄のあるシェフを期待していたのに。あら、無口な方ですね。私の美貌に見とれちゃったのかしら。ほほほ。うわ、こいつエリーと同じタイプの人間だぞ。放つ言葉の一言一句がうざい系の人ね。はっはっは、だいぶ緊張してるようですね。しかし、これでも彼の腕は折り紙付きです。では、楽しみにさせてもらいます。このホテル、古びている割になかなかいいサービスでしたし。さて、夕食のメニューは何でしょう？和食コース料理です。こちらのコースメニューとなります。もう残すところは揚げ物とデザートのみでしょう？揚げ物は何でしょう？もしかしてエビ？あの天丼につきものの、ありふれたエビの天ぷらですか？ふう。まあ、あくまで予想の範囲でしたわ。たまに食べる分には問題ないと思いますが、これならわざわざホテルに来ずとも味わえるレベルです。これはこれは、残念ながら和食はお好きではなかったようですね。構いません。味はパッとしませんでしたが、ヘルシーなのでしょう？スポーツジムもないホテルなんですから、料理だけでも健康的でないと。いや、本当にクズだね。その、拙者から一言申し上げてもよろしいだろうか？さあ来たぞ我らが番長。こっからは私たちのターンだ。改めてご挨拶をば。拙者、当店の料理長を務める番長と申す。口下手ゆえ聞き流していたが、とてもじっとしていられず、一言申し上げる次第。あら、何か言いたいことでもございますの？よそよりは腕がいいらしい料理長様。これこれ番長くん、ルイス様はただ。確かに、ご満足いただけない料理を出したことは拙者の責任だ。であればこそ、拙者に失敗を挽回する機会をいただけまいか？はい、どうしようかしら。私、スケジュールがぎっしり詰まっていますのよ。まさか番長さん、あれを出すつもりじゃないでしょうね。お待ちどう。眠り深の頭の天ぷら、とくとご賞味あれ。サメの方の肉を切り落とすことなく、もちっとした食感を保ちながら油で揚げた極上の一品だ。ここでしか味わえない料理、最高の素材をそのまま生かした一品料理である。さっさと下げなさい。こんなのが料理なものですか？何を言う、一口だけでいい。一口食すれば、天にも昇る味だとわかるはずだ。気分を害しましたわ。これがジュゴンホテルのサービスですか？すべては私の落ち度です。平に謝罪申し上げます。ほら、番長くん、吉江くん、君たちもお詫び申し上げなさい。料理は見た目が全てではない。食べもせずに評価を下すなど、そんな逃げ腰で評論家が務まるものなのか、ルイス殿。番長さん、なんてことを。せめて今はこらえて。非常に不愉快ですわ。これってドッキリか何か、全て仕込みだったの？いずれにしろ、この失礼な待遇の責任は取っていただきます。絶対に許しはしません。帰らせていただきますわ。
今日の宿泊は取り消します。違約金でも何でも好きなように請求なさい。それ以降、番長さんはホテルに辞表を出し、狩猟の旅に出ると言い残して姿を消しました。やはり彼は、既存の料理よりも斬新な食材とその調理法を研究したかったのでしょう。番長の個人的な教授のせいで吉江たちに迷惑をかけてしまった。その食材意識で長い間料理の心を閉ざしていたってことなのかな。それにしてもルイスクズすぎるだろあいつ。でも、正しいと思うことを最後まで貫く番長さんの生き方って、ちょっとかっこいい気がします。そんな一本気なところが、今の彼の実力を築き上げたのだと思います。しかし、デイブさんのような方と一緒に働いたり、SNS を利用したりと、前の彼とは少し違ってるんですよね。喜ばしい変化だと思います。これからもよろしくお願いいたします、デイブさん。そこは私たちに任せとけよし。いやそれにしても番長の過去が知れるいいイベントだったな。っていうかさ、今の吉江初対面の時と中身変わってる。第一印象と食い違う点が多すぎる。